出席者のための配布資料を印刷する方法について説明します。オフィスボタンをクリックし、印刷を選択します。ダイアログが表示されるので、印刷対象から、配布資料を選択します。 1>, 1ページあたりのスライド数を変更するとさまざまなレイアウトの配布資料を印刷できます最後に「OK」ボタンをクリックすると印刷の「開始」です